さあ、続いては、はい、すみません、なぜか私も入ってしまったんですが、一緒にね、あの、すみません、すごく初心者なんで、はい、私もできそうなやつに、はい、何か教えていただいていいですか。はい、じゃあできそうなので、なおかつ新陳代謝をアップさせる、おお、効果的な流れをやっていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、太陽礼拝って言って、まずイメージします。大地に広がる大きな大地に私たち立たせていただいて、で、高校と輝く太陽を頭の上に描かれて、で、大地と大空のエネルギーをいただいて礼拝しますね。太陽礼拝で、はい、深い感謝が生まれてきたら大成功です。はい、じゃあ、マットの前の方に立ちましょう。はい、足をきれいに揃えて立ちます。ちょっとね、横ずれましょうか。そうだね、ちょっとだけ手開いたりするから、こうやっていいかな。はい、じゃあ胸の前で一回合掌してください。吐きましょう。足の裏で大地を押してゆっくりいきます。両手を外側から吸いながら頭上へ向かって合掌、上を向いて吐きながら真ん中を通って前屈します。頭を膝に近づけましょう。前方を向いて一度吸って、大丈夫、左足を吐いてステップバックします。膝を下ろしてつま先を伸ばしておきましょうか。 OK。 はい、じゃあ両手外側から広げます。頭上へ合掌しましょう。吸って大丈夫、しっかり使うので、きついでしょう。くるくる、そう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 、太陽を手の中に入れてもう一回吸います。吐きながら両手を地面、後ろ足つま先立てて膝を浮かせて、右足を引っこ抜いて後ろで足を揃えて、かかとを地面につけていく。頭を腕の中に入れて膝の方を向いていきます。あれ、一人消えましたけど、これがいいです。皆さん頑張ってください。こちらを見るイルナポーズね。これもね、膝とか太ももの裏とかよーく見るので、スライドも綺麗になってます。意外にともちゃんもできている。ちゃんとみんなできてますよ。まずいです。はい、いいですか。しっかり吐きましょう。ちょっと頑張れるかな。つま先立って膝を下ろして、顎と胸をちょっと前方床につけましょう。吐きます。そしたら次の吸う息で体を起こしてコブラポーズ、上を向いてください。少し呼吸に入って、胸を大きく広げて呼吸しますよ。リンパの流れ促進するポーズですね。小顔を作ります。背中のラインをきれいにしてくれます。はい、じゃあ一回頭緩めましょう。つま先立ててお尻を一気に上げて、さっきの三角のポーズね、ラウンドアップポーズ。あとじっくり下ろします。しっかり吐きましょう。はい、じゃあ左足をステップイン、手の間、右膝を下ろす、つま先伸ばす、もう一回合掌するね。上で吸っていきます。真ん中を通って吐いて地面へ、右足ステップインしましょう。吸って吐いて前屈します。両手を外側から大きく広げて頭上へ合掌しましょう。吐く息ちょっと揃っか。顎を引いてまっすぐ上に伸びて、はい、広げます。吐いて下ろしていってください。胸の前で合掌します。目を閉じて余分な力を抜きます。大地へ、大空へ、太陽へ感謝の気持ちを受けてください。はい、どう？熱いです。熱いね。すごい熱い。うん、焦ったのもあるんですけど、うん、本当に一つ一つの動きで意外とね、そう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 、ちゃんとやったらちゃんと効くんだって、すごい、すごい、すごいきついですね、うん、そうなんです。ヨガやってみるべきですね、ヨガは。うん、へえ、気持ちいい。一番やっぱりできてたのが、お兄ちゃん。にゃんにゃん。またやってる。ハマ
まっちゃいました。ハマっちゃいました。あら、初めてなんですけどヨガ、うん、ちょっと自分の才能が開花したかも。すごい得意ですよ、ヨガ。うん、才能かもしれないね。 ありがとうございます。また先生が優しい。優しい。引き取らないの今。やってみてね、面白いですね、やっぱりね。面白い。面白いです。もっとやれるようになりたいと思いますね、うんうん、もっと綺麗に伸びたりとかしたら、うん、もっと気持ちいいんだろうなって思いますね、うんうん、はい、エナジーバディ、久屋のど真ん中にあって交通の便もとってもいいです。でクラスの内容がすごく充実してて、かなり汗をかく動くクラスから、リラックス系のクラス、そしてあとは精神性を高める瞑想のクラスだとか、あとお祈りをするクラスだとか、そういったクラスもいろいろと飛んでますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。それとあと大人気のベリーダンスなんかもあって皆さんすごく楽しんでます。よろしくお願いします。こんなんでよかったでしょうか。